リートの道じゃない、どっちかというともう雑草に近いというか。めちゃくちゃそうです。自信的なものはあったの？でも一人だけ3年生とかの方に挙げられて、人材選んだ理由は上から。絶対そう。環境は関係ないと思って、環境っていうよりはやっぱ自分次第だと思って、自分がその場でどんだけ成長できるかっていうのが後につながってくると思うので、はい、今回も伊藤純也選手に来ていただいてるんですが、アンファーのアンバサダーということで、まあ、僕もフェルムータということで日焼け止めをね、出させてもらってるんですが、お好意ということで今回撮影協力いただいています。今回ですね、伊藤純也選手ヒストリーということで、小学校、中学校、高校と大学と、そんななんかこうね、エリートの道じゃない、どっちかというともう雑草に近いというか。めちゃくちゃそうですね、はい、その道を歩んで今そのプロ契約から海外で活躍して日本代表でっていうところで、本当たくさんの人が憧れるというか参考になる道を歩んできたと思うんですけど、その中をちょっとね、あの深掘りさせてもらってっていうことなんですけど、カモイサッカークラブということで、これは小学校小学校ですね。普通に家からもうすぐのところ毎日通ってっていう。いや、土日だけで。で、コーチもお父さんたちがいる。え、なんかきっかけあったの？そこの釜石サッカークラブに行くきっかけとか。二個上の友達が入ってて、で、一緒にやり始めた。サッカーを楽しむ感じの延長上でっていう。はい。ジュニアユース、横須賀シーガルズ、ジュニアユースっていうことで、これはセレクションかなんかで？一応セレクションはありますね。まずマリノス落ちて、マリノスの下みたいな位置でしたね、横須賀では。あー、なるほど。マリノスのセレクション受けた時は結構自信的なものはあったの？自信はありましたし、まあ、マリノス側から普通に3次試験まで免除でみたいな感じで。そうなんだ。何人かに多分送ってると思うんですけど、横須賀とかも免除で来てる人も結構いて、ワンちゃん普通に浮かんじゃないかみたいな思ってたら普通に落ちました。で、その時の気持ち的なのはどんな感じだったんですか？いや、でもそこまでなんか行きたいっていうのはなくて。あ、そうなの？なんかでも手紙来たし、みたいな感じで普通に落ちて、4月はそっちは受かって普通に入ったって感じです。実力的には選抜とか入ってたり？横須賀市選抜は入ってましたけど、市なんでちっちゃいですし。その時、小野雄二とか近くにいて、でもあいつはナショナルとか、そっち系まで入ってましたし、俺は全然横須賀市で終わってましたね。現状に対して、その当時はどう思ってたのかな？でもあんまり、県選抜に行きたいとか、そういうのはなかったです、ね。まあでも、そのシーガルスの中では、試合に出てたりとかも。そうですね、シーガルスの中では、やっぱり1年生から試合出れたりっていうのはありましたね。当時から足が速かった？そんなめちゃくちゃ速いってわけじゃなかったです。まあでもスピードを武器にやってたっていうのはありますけど。ここの年代の時に、まあ楽しんでやってたと思うんだけど、壁みたいな打ち当たったことある？でも中学とか、県で戦えるみたいな感じで、やってて、ベルディとかと県で当たったりして、6-1 とかで起こされたりして、レベル違うのかなっていうのを感じました。それも個人的な部分？自分までボールも来ないですし、何もできなかったっていうか、そこまで鮮明に覚えてないですけど、何もできなかったなっていうのはあります。レベル差は感じたと思うんだけど、でもそんなにこう、落ち込むまでもなく、もうまあ練習やるしかねえわ、みたいな。その時は落ち込んでましたけど、立ってからは全然。切り替えて。まあ足が速かったって言ったんだけど、どういう練習を多くしてたのかなと。本当に中学ぐらいから1対1をずっとやってて、誰か捕まえてやってて、特別なことって言ったらそれぐらいですけど、自分が好きだったんで、1対1とシュート練習ぐらいですね、特別やってた。誰かなんか参考にしてた選手とかいたの？その動画見たりとか。そこまでなんか参考にしてるとかなくて、もう自分の感覚でやってました。で、その先に図陽高校行くんだけど、この選択肢は望んで行ったのか、他に行きたいとこがあったのか。いや、望んで行きましたね。私立とか強豪校に行くっていう選択肢はあったんですけど、あんまり行きたくなくて。それはなんか理由があったの？寮にはまず入りたくなかったんで、寮は嫌だなっていうのと、上下関係嫌だなっていうのと、家から通いたいなっていうのがあったんで、効率、お金もかかんない方にしようっていう、そこまでのあれがないだから。まあ一応、入る前の年は神奈川県決勝まで行ってた。だからまあそこそこ強いのかなと思って入ったんですけど、良かったです。レベル感っていうか肌感的なもんで、実際どうだったんですね、選手たちその当時。1年生の時はやっぱ3年生とか怖いじゃないですか。あんま絡みたくなくて。でも一人だけ3年生とかの方に挙げられてて、めちゃくちゃ嫌だったっていう。
え、先輩後輩結構あった、やっぱり。まあ、高校サッカーなんで、一応先輩から走らされたり。うん。まあ、もうあるあるですね、それはもう。目つけられるタイプ。全然そんな。そこまで目つけられないように。あんまり表に出ないで、前に出ないで。前に出ないで消してましたけど、うん、でもそこまで言われるキャラではなかったです。ああ、本当に？一年が走るんだからお前も走れよ。ああ。プレイでなんかお前なんか生意気なんだよとか、そんな変なことを言われることはなかった。プレイで生意気はなかったですけど、うん、入りたてトップ上がった時とかは、めちゃくちゃなんか言われましたね。まあ、出てる選手っていうより出てない選手とか、1.5 軍の選手、先輩方って結構いろんなストレスを抱えてるんですよ。だから、なんかプレーに対していろいろ言いたいんですよ。自分の立場も含めて。そういうのめちゃめちゃあるあるなんて。1年入った時の結果ってどうだったの？その。出てましたけど、うん、選手権予選は。16も行ってないと思います、ね。3年間で一番良かった成績って？選手権は本当に32ぐらい。その時って、プロとか意識してたり。全然無理でした。全然？全く。県32なんですか、ね、まあ、チーム的にはそうかもしれないけど、伊藤選手の意識的にいつかっていうのもまだなかった。いや、でもいつかなりたいっていうのはありましたけど、うん、高校では 100% 無理だったんで、うん、大学をどうしようっていう感じでした。うん、同世代で活躍してる選手たちいたと思うんだけど、そういう選手は意識したりしてた。ユージは高校も一緒で。あ、そうなの？でもユージはユースで。あ、しかもトップで3年、高3の試合出てたりしてて、ライバルっていうかも。全然その時はすごいみたいな感じで、あ、もう悔しいとかそういう悔しいとかなかったっす、ね、あ、もうすげえみたいな、結構刺激にはずっとなってたって。そうですね、まあ、あっちはもうだって強高校サッカーで県32のやつが大抵にしてないです、うんうん、こういうあったのその当時も。まあでも同じ高校なんで、うん、特別仲良くなかったですけど、うん、ユースはユースってあるじゃないですか。あるね、あるんですよ。高潔で試合行ったり、わ、うん、かります、わかりますよ。俺はサッカー部なんで、サッカー部のやつらと仲良くました。あ、まあユースとあんまり絡みはなかったですね。まあプロになってから話したりします、うんうんうん、もう1対1って捕まえてって言ったんだけど、まあ、それ以外になんかこう高校時代特にこう強化してたっていう。高校時代が一番に1対1をやってて、朝練とかはないんですけど、うんうん、仲いいやつと朝めちゃくちゃ入っていってくれるので、ボール蹴ったりしてました。どういう1対1なの？シンプルにパスして落としてもらって1対1。うん、でも場所決めたりしてやってましたね。スペースがありすぎたら、あ、まあ、ちょっと攻撃有利だもんね。圧倒的有利なの、うん。で、まあその先に、まあ、神奈川大学をこう選ぶんだけど、これは行きたい大学に行けた？そうですね。うん、インターハイ予選の時にベスト8まで行ったんですよ、うん、その時に投稿とやって、うん、まあ、ボコされたんですけど、うん、まあ、1点自分が取って、うん、投稿を見に来てた大学のスカウトっていうか、まあ、受けに来ないみたいな、うん、そういう人たちに高校卒業した時には4大学ぐらいあって、うん、全部1回練習参加して、うん、人材選んだ理由は、うん、家から一番絶対そうだと思う。家から一番近いっていう。絶対そうだ。あとの大学は全部寮だった。人材は本当実家から近いですし、うん、一部だったらどこでもいいやって思ってて、関東一部でやれればいいかなっていう、うん、まあ、でも図用のサッカー部関東一部で試合出れるかって言ったら、うん、基本出れないですけど、うん、関東一部が一番プロに近いっていうのがあったんで、それで選んだんですね。まあ、実際ね、神奈川大学のサッカー部入ってどうだと、そのレベル感とかも含めて、まあみんな周りは選手権出てるやつか、うん、ユースかしかいないんで、関東一部、うん、できんのかなと思ってたんですけど、うん、まあ、入ってみたら意外にこんなもんか。意外にやれるんだ、はい、やっぱチーム的に、まあ、その図用で結果がなかなか出なかったっていうところで、まあやっぱね、上のレベルを知らなかったの、ね、でユースの選手だったり、はい、まあ、強いチームの選手たちをすごく敷居高く見てたって。全然知らなかったそのレベルを。周りも上手い選手だとパスも来ますし、うん、確かにね、自分のやりたいようにちょっとできたりして楽しかったです。うん、1年生から出たの、はい、試合は。まあでも1年の中盤ぐらいから出ました。うん、どう、大学ぐらいそのプロっていうのを実際本気で意識し始めた。そうですね、プロになりたいとは思ってましたけど、うん、本格的に可能性が出てきたっていうのは大学からですし、うん、2年の時に関東選抜とか入って全日本とか入ってから周りがプロになる選手ばっかりっていうか、うん、4つとかもいましたし、すごい有名な選手も結構いたので、うん、あ、これなれるかもみたいな
感じになりました、ね、うん、で最終的に3年 ?4 年 ?4 年で決まる特別指定で最初甲府行って、うん、でそのまま甲府に入ったって感じです、うん、今回その聞きたかったのが強豪校と言われない高校でここまで多分結果を残すってなかなかもう並大抵なことではない、そういう選手がやっぱどっちかというとボスで言えば多いから、どうやってこの状況というか常に乗り越えてきたのかっていう、伸びるのタイミングとかはまあ人それぞれだと思います、うん、運とかもないとやっぱり、うん、スカウトに見つかるとか、うん、自分のチームが弱かったら上まで行けないじゃないですか、うん、そしたらやはり難しいなっていうのがありますし、その場その場で俺はできることをやってきて、うん、大学でやっと見つけてもらってっていうか、うん、ターニングポイントみたいなのをじゃあどこかでこうあえて選ぶんだったら、ターニングポイント的にはどこが一番大きかったのかなと思って、まあでも高校から大学上がるとき選手権とか出れなかったですけど、うん、まあそこで腐らずにやれてたのが、まあその時は本当にプロになれる可能性は本当に 0% ぐらいだったんで、うん、まあ、1% もなかったので本当に、まあ諦めずにやって、うん、まあ、大学でやっとチャンスが来て、うん、チャンスをつかめたかなっていうのがあります、うん、気持ち的には出れなかったり負けたら落ち込むじゃない、その気持ちの切り替え方とか多分わからない子たちがたくさんいて、環境にも恵まれてないとかチームでも勝てないか悪い、多分そういう子たくさんいると思うんだけど、やる気を起こさせた気持ちの切り替え方なのか考え方なのかって、伊藤選手なりはどう考えてるのか。自分の場合本当にサッカーが好きでやってて、うん、まあ選手権には出たいって思ってましたけど、うん、まあ、出れなかった、まあ、その時落ち込みますけど、うん、でもやっぱりまたサッカーしたくなるんで、うんうん、夢はプロになりたいなっていうのがあったら地道にですけど練習して上手くなっていくしかないですし、うん、その時誰かに見られてなくて、うん、プロは無理かもしれないけど、まあ、いつかチャンスが来てそれをつかめれば、うん、なれるんじゃないかなっていうのもあります、ね、うん、実家から近かったっていうところがいろんな高校だったりストーリーを選んでると思うんですけど、視聴者の方で特に中高生壁にぶつかったりっていう選手たちもたくさんいると思うので、メッセージをちょっといただければと思います。まあ自分は本当に非エリートっていうか、うん、ずっと下でやってきて、うん、まあでも環境は関係ないと思ってて、見つかるためにはやっぱ上のところで最終的にはいなきゃいけないですけど、うん、環境っていうよりやっぱ自分次第だと思ってて、うん、自分がその場でどんだけ成長できるかっていうのが後に繋がってくると思うので、チャンスがないところにいても諦めずに、自分を磨いて成長して上のところでプレーできるぐらいのレベルになって、エリート組を追い抜かせられるようになってほしいなと思いますけど、うん、いや本当に貴重なねお話ありがとうございました。まあ今ね環境は関係ないって言いましたけど、僕もすごく共感する部分があるので、まさに今体現してしっかり結果をして、まあこれからワールドカップっていうところだったり、まあ今ね変化で活躍してますけど、これからもちょっとね、サッカー界を盛り上げてもらって、日本サッカーをね、はい、引っ張ってもらって頑張っていただければと思いますので、今回貴重なお話ありがとうございました。ありがとうございました。